君はこのまま魔法学校にいても成長を見込めない。だから違う環境で成長してもらいたいんだ。違う環境。南部に魔女の村を作ることにした。魔女を異質な存在じゃなく、ただの人間扱いする村。その場所で君は魔法使いとして役に立ってほしい。かの村までの危険な旅路、この300年の時を生きる黎明の魔女ロークリスタスが引き受けた。私ホルト、4年生で君の一つ先輩。私も一緒に行くから。俺は一緒には行かねえぞ。俺は旅慣れてるから引率なんか必要ねえんだよ。魔法使いになるしかないんだ。なのに魔法がほとんど使えないんです。ごめんなさい。その子貸してまとい。なんで俺が。すごい。僕は思い出せずにいる。彼女が誰だったのか、僕は一体何なのか。